マドリーはあれですね、さっき言ったバジョが出ていったら組んでみたいな。でもあれですね、エンバペがあの取れなかったらエンバペ用のお金、来季フリーで取れるから、エンバペ。だから今季ね、残しといたそのお金でカマビンが取って、組んで取ってみたいな。そう。まあタイトル取って、チャンピオンズリーグのね、チャンピオンズリーグの優勝争いするチームにするのはね、どう考えてもその、ペレスだけがね、一人で誰取ってってやってるね、キャリアモードやってるわけじゃないですから、ちゃんとした分析官もいて、まあそういう人たちがフェラン・メンディとかね、あ、この人取ってきたかっていう人たち取ってきてるんですよ。なんでね、そういう舞台がリストアップしてる選手の方にお金使うんじゃないですか。現状、会長とかいろんなビジネス的な意向で、エンバペっていう風になるけど、まあエンバペいい選手ではあるけどね、いい選手なんだけど、その戦力的に薄いところで、やっぱり優先順位は普通に考えたらセンターバック。ってなった時に、組んでくるかどうか大事ですね。アマール本当はね、売りたいって話だけど、どこもね、買わないっていう。やっぱ守備のね、強度が低いみたいなこと思われてんのかな、ね、僕は2代目カソルラになってくれるんじゃないかって思ってますけど、まあ、この言い方だとちょっとアマール失礼になるのか。両利きでわけ分かってて、攻守において、うん、いいポジションというね、判断、いい判断してくれる選手ですからね。